ようこそミノミュージックドミノです。本日はですね、俺の YouTube 人生の中でも本当にトップクラスで嬉しい出来事が、ありました。これ本当にゲームチェンジャーかもしれません。マジで革命です。音楽 YouTuber として革命的なことが起きました。もう前例がないことですよ。前代未聞のことです。ちょっと本当に説明させてください。これマジ釣りじゃないですからね。本当にこれすごいんですよ。マジで嬉しいことが起きた。ちょっと前からですね、俺 DJ の企画をやってて、でそれも実際の音源を使うというもの。これまでの YouTuber の普通のアプローチ考え方だったら、そんなの普通はやらないですよね。権利元に怒られそうとか、広告がつかなくなる、動画がブロックされるとか、なんかいろんな懸念があると思うんだけど、僕はちょっとある信念をもとに、その企画を今、進めています。でそれがなんでかというと、海外の DJ をやってる YouTube 動画クリエイターの方が、日本の音楽を使ってね、めちゃめちゃ再生数取ってるんですよ。なんかそういうさ、音楽をキュレーションするみたいな役割も DJ ってあるわけじゃないですか。日本からそういったコンテンツが出てこないと俺はね、ちょっとまずいんじゃないのかなって思ったのね。なんか結局浮世絵だって、なんかこれまでのたくさんの豊かな日本の文化、逆輸入で再評価されるみたいな道を辿ることが多いじゃないですか。で日本の音楽もなんかそういう風になってきてる気がして、俺はなんか危機感を持ってたんですね。だから、俺も DJ 企画をやって、それも日本から発信するってことに意義を持ってやろうっていうことで、始めたんだけど、まあやっぱりですね、いろんな壁にぶち当たっています。一度動画ブロックされました。プログレの DJ を一回やったんだけど、ちょっとブロックされちゃったんですよ。なぜか今復元されて戻ってるんですけど、まあ、その辺もよくわかんないんだけど、まあ、ちょっと詳しい経緯気になる人はプログレの DJ ブロックになりましたって動画も出してるんで、そっちも見てみてください。まあ、そんなこんなでいろいろちょっと、DJ に関して僕は試行錯誤してたんですけど、プログレの DJ がブロックになりましたっていう動画を見て、ある方が連絡をくれたんです。その方がですね、コロンビアの給付担当の方ということで、はい。なんと、コロンビアの給付、音源仕様の許諾がおりました。やばくないですか？コロンビアの音源、これから俺の動画で使えます。怒られる心配がありません。だから、コロンビアの給付を使って俺は、ガンガン DJ の動画上げていきますよ。はい。これ、本当に快挙なんですよ。前代未聞じゃないですか。もうレーベルがね、いいよ、使ってっていう許可をくれる。そんな話聞いたことないですよ。これまで俺はなんか本当に権利のね、なんか境界線を探りつつ、たまに音源使ってみたりとか、まあ広告がつかなくなったりとか、なんかそういう境界線をずーっと俺はね、ちょっとしかもなんか後ろめたい気持ちでいろいろね、試してたんだけど、もうこれから堂々と音源を使ったコンテンツがね、できます。本当にやばい、これは。そしてなんとですね、今こんな素敵なネオンを、お借りしているんですよ。ね、見てかっこいいでしょ。 JDIGS。 はい。 JDIGS っていうコロンビアの給付を中心としたプレイリストがサブスク上であるんですけど、その中から俺が、楽曲を選んで、そしてレコードをね実際に買って、それで DJ を行おうと思います。まあだから要は DJ 企画プレゼンツ JDIGS コロンビアということですね。これを飾って僕は DJ 企画やろうと思います。はい。マジでありがたい。やっぱコロンビアめちゃくちゃ老舗なんで、もうね給付のラインナップえぐいんですよ。本当にマジでいいアルバムたくさんある。坂本龍一、大貫妙子、細野晴臣、もういくらでもね、いいアーティストいるんですよね。まあそういうのを中心にちょっとね、いろいろガチの DJ、本気のモチベーションでやっていこうと思います。ということでいかがだったでしょうか。いや本当にコロンビアさんありがとうございます。もうね本当に嬉しいです。やっててよかった、そんな気持ち。この動画の翌日に僕、JDIGS プレゼンツで DJ の企画、やります。なので、プレミアム公開でちょっとねなんか予約みたいな感じで、チャンネルに表示されてると思うんで、よかったらそっちの方もねチェックしてみてください。そんな感じでありがとうございました。コロンビアさん、ミノミュージックでした。それでは。